いやはや前回はもう撮影をミスってしまい、作業で自分の心を鍛えております。よし、企業も終わり。そんじゃあ今日はあれだな、イーガダンのアジトに行くとしますか。ここじゃない、これだね、カルサーダニのアジトに向かおうっていう、そういうあれですわ。鳥さん、おはよう。本当はサボった発音がいいね。まだちょっと恥ずかしくてね、なんていうか、ほら私外国語できますよアピールが考えすぎだと思いますけどね。絶対気にしないと思うんだけど、私が住むリトの村は、あー観光客が来ないんだね。ゲートの街みたいなオープンな街の感覚オープンな街、獣に行くしかないんだよね。本当だ極上上獣肉、結構いいの置いてあるじゃん。んじゃあどこなんだろう結局。あ、ここ、なんか意外と近そうだな。ちなみにこの女装の服、宿女の服か、宿女、わあミツバちゃんこんなとこにいた、噂のミツバちゃん。そう、この宿女の服はなんだっけ、暑さへの耐性がすごいあるから、できるだけ昼間とかにこの砂浜を移動したいんだよね。夜はあれだから、もう寒すぎて逆に、これじゃあちょっと歩けないからね。あれは何、あれあれかな、ゲルドの街のなんかシンボル的なあれ。特に意味はなさそう。しゃあ突撃や。やべ、砂ざらし持ってくの忘れた。絶対乗ってくべきだった、アホだ。よっしゃ行くぜ、砂ざらしで行くぜ。いや砂ざらしないとめんどくさいからね、この砂浜公園の。ここはまっすぐ行けばいいのか。おい、けいけい、あれなんだね、別に縦の耐久値減らしてるわけじゃないんだ。はい、早い、ちょっと待って、トカゲ早いぞあいつ。よしよし、負けた負けた。ここアジト、もうちょい上か、この谷なのは間違いないんだけど、こんなこんな堂々と言って大丈夫かな。あ、うわ、イバカ、砂ざらし、かわせー、あ、かわせないかも、あぶねー。あいつら落としてきやがったな、イガダン、イガダンだっけ、イガダン。砂ざらしの旋回能力でなんとかかわしていくしか。うおいっぱい転がってきた、かわせー、危ねー。これ本当にイガダンか落としてんの誰だよ。お、ここまでか。お、何してんだ何してんだ。よしよし、じゃあ砂ざらしくん、あとは俺に任せな。雷鳴の兜は俺が獲得してくるぜ。にしてもなんか岩みたいのがなんか崖端にいっぱいあるけど、あれは何なんだ。カエルかな、なんかナルトのか、うわー、出ました出ました。どこ行ったあいつ、え、出てきた出てきた、おらららら、よし、ちょっとお前のその謎の矢は
2連弓。かける2で2連弓だったら、ライネルのやつやっぱかける 3発打つのか強いね。剣バナナ、なんか言い方めっちゃ剣バナナ落とすよね。何なんだろう、好きなのかな。ちょっとゾーラの体験使うか。このゾーラの体験なんか祠の真後ろにポイ捨てされてたんだよな。ゾーラの里って槍使う人が多いからって書いてあったけど、もうちょっとなんか丁重に管理してほしいよね。うわートリプルセット、わあ、わあすごいすごい、しゃあ、くそー、よーし、まあ強くはないっすね。2連弓結構強いのかな、威力高そうだもんね。ちょっと2本ぐらい持っとくか。アジートっぽいよ、アジート。お、松明が置いてある。これは2連弓、なんだろうこの松明。スペースあるから持ってくか。松明、うん、なんか謎解きっぽい。松明めっちゃ落ちてんだけど。これなんか引火できないかな、引火できないか。これはなんだ、どうなってんだこれ。ああ、壁に張り付いてたのね。あ、首刈りと、あれか、前イガダンが落としてたやつね。なんだこれ、どういうこと。あ、燃えた燃えた燃えた、燃えちゃったよ。うわー、し、燃えせ燃せ。何にもない、当たりとか外れとかあんのかな。ほら燃えろ、燃えてしまいなさい。もう開けちゃうか。オフ。お、ここは正規ルートね。総当たりしたな。よいしょ。え、いちご、いちご飛び出てきた。ここは何だったの。お、宝バーコとタールね、タール。まだサーキルピー、よし、松明つけながら行こう。お、伊方のアジト、え、なんかいない、あいつかな。バレッタちゃん、バレッタちゃん捕まってる、助けてあげよう。寒いな、なんか。お、あ、いるぞいるぞ、監視役がいる。おい、バレッタ、あんたこんなところに何してんの。あ、やっぱバレッタだ。族のアジトよ。奴らに見つかったら仲間呼ばれて一巻の終わりよ。せめて奴らの気を引く何かがあればいいんだけど。バナナを、え、あいつら警備をしてるからバナナを食べてるから。じゃあバナナ、バナナがいいですね。そのためのこのバナナでしょ。はい。ほら。バナナだぞ。来ねえ。周回してるはずなのに来ねえんだけど。はい、来いよ。よし、来た。ほら、バーナー。なんだこの間抜けな声は。で、どうする。
やべ、やばい。なんか食べてる間に倒すとかそういう感じかなと思ったけど全然違った。あーやべ、あれなんだ一体これ。あバカめ、言い方の目をごまかせると思ったか。あれあれ、ミファーの祈りは。よし。なんかだいぶ無理やりだった気がするけど、あ、強っ風切りと。てか電気のやつ強すぎるだろこれ。これさえあればもうできよ。ちょっと効率よく倒すためにこれでいくか。わ、かっこいい、かっこいいけど、かっこいいけど兵士の剣でいいや。いますね。うわ結構多いかも、これ結構大変だ。ちょっとこれさすがにあれかな、ちょっと強行突破じゃなくて上から、上からいけるよねこれ。はい、このジャンプでバレないか怖いけど、よいしょ、こっそりこっそり押そう、こそうと。見てくださいあれ、バナナだらけ。誰もいないよね、誰もいない、誰もいない。やべ、バナナ貯蔵庫だ。よし、根こそぎもらってこ。バナナバナナ、いや最高かよこれで。もう安泰じゃん、トパーズまでもらっちゃったよ。よし、じゃあどうすかな、こっから向こうの櫓まで行けそうなんだよな。念のためバナナ、バナナ投げて。おい誰一人として反応してない。ほらこれいけるでしょ。危ねえ危ねえ危ねえ、うーあれ登れ登れ、誰だよ反応してんのバナナに。お前か。わ、取りたい、あそこの宝石。やばい。ああ終わったか、ちょっとこれだけ。おい、持ってる前か、かわいあまたこういう感じだよ。え、でもこれ上行けばいいんじゃない。おら逃げろ、あ終わった、これ終わった、挟まってるよこれ。ね、はまってるはまってるはまってる、おーいおお何これもうあれだよ、体格でかすぎて挟まってんだって。いや欲に食らんじゃダメっすね。あ、こっからか、うわうわゲロい。一撃死。この櫓の上とかいいんじゃないか。当初から行こうぜ作戦だよ。あ、いい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 ぞ。もうやりたくないからねここ。てか地味にここセーブできてないからね。
知らなかったわ。まあセーブできたらずるいもんな、さすがに。お前を動かしたいね。あ、行きな。おっせー、足がよし、今のうち。イエーイ。おや、また今度はめんどくさそうな。デブさせてくれてもよくない？ちょっともう見つかったら。結構罠くせえんだけど、これ、真ん中の。取りたくねえ。けど、取っちゃおう。でもなんか周り、なんも、いやーでもなんか罠くさい。取りたくない、すごい。すごい取りたくないけど。こっちは何？なんか落とし穴臭いやん。違うわ。寝床みたいな感じか。どこ行きゃいいんだろう。取らなきゃダメ？取りたくないよ。すごい。取りますけど、じゃあ。はい、何がある？なんでそんな宝物扱いされてんだよ。剣バナナ。あれ？また松明も。あ、でも違うよな、この裏。なんだなんだここ。謎解き系？木の矢が入ってる。なんか撃つとか？でもなんかそんな感じしねえよな。謎だな。なんか乗ってるぞ。なんだこれ。この部屋の構造かな。全くわからん。でも同じ感じの書いてあるんだよな。ってことかな。あ、マグネキャッチね。わかるかこれ。わからんやろ。適当に総当たりしたらあったけどさ。なんだよ。ああ、なるほどね。なんかこの、めっちゃボス戦っぽくね。広いもん。ちょっと待ってくれよ。だいぶ無理やり入ったね。いや怖いっすねこれ。明らかになんか戦うもんね、広いから。でっか、なにこれ。落ちたら終わりじゃんこんな。おい誰だ、まさかリンクの声じゃないよね。わでかい、でかいっつかデブい。お前誰だ。俺様の昼寝場、ここ昼寝場なのお前の。すげえ広いぞ。ん、お前が腰につけてるやつ、それはもしかしてシーカーストーンか。知ってんのお前、シーカーストーンということは。お前俺たちが探してた。あ、そうなんですよ、リンクってやつなんですよ。うお、ラッキー。探してたやつが自ら俺様のアジトに迷い込むとはな。いや迷い込んでるわけじゃなくて理由があって来てるんですよね。おっと失礼、俺様の生かした名を教えてやろう。イーガじゃないの、イーガ団なんだから。イーガ団の総長、強くたくましい男、それがこの俺。コウガ様だ。イーガじゃねえのかよ。覚悟しな、やっぱ戦うよね。何、絶対マグアイスメーカーだ。ちげえ、はい、おい、ピタロック、な、なにあれ、なにあれ、ちょっと待って、あ、これ終わった。オープンねえ。なにこれ、なにこれ。なんだよ、それ。謎すぎるだろ。なに、そのバリアみたいなやつ。やべえ、めっちゃ、全然近づけない。え、こいつや、戦い方が。
どうしたもんかな。弓とかだって打てばいいのかな。あ、やめな。くそ、バリアうせえ。お、いいぞ。なるほどな。おいおいおい、間抜けすぎねえか貴様。ほらなんだ、可愛いボスじゃねえかお前。おお、なんだなんだ。てか俊敏、動きが俊敏。なんで浮いてんのお前。切れてるな。お、二つ。え、浮くの浮いたまんま。ちょ、よくわからんってそれ。お、あれかな、上空にくるくる回ってくんのかな。おおおおお、あ、意外とあれだな。もうちょっと遅らして打っていいね。あ、来い。あ、パチンコみたいなもんで。おおおおお、こっちに飛んでくんのね。はいはいはい。なんだ、面白いボスじゃねえかお前。はい、パチンコ&スロットね。スロット、はい。当たるかな。当たるんかい体がでかすぎて。おお、切れてますね。怒ってますね。おこですな。おおお、でかい。でもまた同じ感じ、あえの違うかな。え、これは違う気がする。おお、これ何、マグネキャッチ、ギタロック、違うね。あ、おっと、操作権が俺に。おら、大丈夫か意識が。なんだよ、マグネキャッチで操作映れんのかい。はい、俺のもの。おら俺様がここまでやられてしまうとは。なんだって、こんなやつに。まあこんな格好してるやつにな。え、こんなことがあってたまるかうちだんだん踏んでますな。怒りで我を忘れてしまった。結構頭いい感じなのかな。冷静だね割と。そうだ、グッグッグうわ何笑ってんだよお前。すごい笑ってるじゃん。この俺様本気にさせてしまったようだな。代々伝わる奥義で、マジお前を葬ってやってやる。これで終わりだ。なんだよ代々奥義って。でもなんか何もないところからこんな鉄球出してんのすごい。おお、でかいね。さっきとあんま変わんなくねこれ。わはは、巨大すぎたか。お前が見えなくなってしまったボール隔てて話してますな。どうせお前は今に消えていなくなる。この奥義はな、一族の長のみが使える究極のあれ。大丈夫、甲賀様。甲賀様、卑怯者を覚えてろ自分で引き起こしたんでしょ。若い衆、あとは頼んだぞ。え、あれ、若い衆、若い衆出てこないけど、若い衆出てこねえ何だったんだよ。あ、雷鳴の兜返してくれたありがとう。ちょっとかぶってみようかな、雷鳴の兜。あ、何、装備じゃないのか大丈夫、甲賀様あれは命ないと思うんですけど。よし、じゃあ雷鳴の兜。あれ、もう何にもないのかな。何もなさそう。こっちの上、なんかあんのかな、気になるな。あ、やばい、あ、やばいやばいね、間違えたんですけど、ね、間違えたんですけどね、間違えたんだけど普通にさらっと穴の中入っちゃったんだけど